った。皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。今日はですね、オフロードパークシャアに来ております。昨日ですが、クロスミッションのシングル X と XX のレースがありましたが、10月20日今日はですね、トリプル X 僕の出るレースが開催されます。今日はですね、エントリー台数10台とね、かなり少ないです。というのも、昨日はね、シングル X、XX は両方とも40台ぐらいエントリーがあってかなりね、盛況だったんですけども、やはり難易度の高いトリプル X、しかもね、岩場の多いね、地雷なので、バイクがね、結構壊れるということで、みんなね、WX に、ね、エントリーしていた、みたいです。はい、ね、それぐらいね、本当に難易度の高く、しかもね、リスクのあるレースなんですけども、なんとかね、一周目指してやっていきたいと思います。はい、で昨日見た感想だと、雨でね、結構、抜かれていて、かなり難しい状況です。なのでその難しい、路面コンディションをですね、いかにこう越えていけるか、あとは、まあ、和田屋ヒルと呼ばれるね、すごいね、難しいヒルクライムがあるんですけども、そこをね、なんとか越えて、ゴールできるようにね、今日一日頑張ろうと思います。はい、ということで、なんとかね、玉野市の一周決められるように頑張ります。いや余裕でしょ、これとかやだよ。いやトップメンテナンス余裕でしょ。レックしてんの余裕ではないね。余裕ではないの。あ、そう、まあ、壊さないように頑張るしかないね。壊さないように、まあ、唯一市販車だしね。そうだね、ね、お腹低いしね、ね、お腹低いしね、なんか今日はいつにも増して、うん、弱気ですね。弱気ですね。弱気キャラクターで弱気キャラね。腰、バイク乗らない方腰痛いでしょ。今日はね、あなたの代わりに私晒し物ですからね。撮ってないから大丈夫。何を撮ってるから大丈夫。カザックチャンネルシス。今日はもうカザックの代わりに散ってくるから、この山の中で。すいません、お願いします。ところ見れないから。ここで撮って。あ、ずっとスタートゴール。やべえ、超緊張する。え、緊張する。ご助言がありまして、こんな簡単なラインを残しちゃいけないっていうアドバイスを許しました、簡単に。え、誰が言ったんですか。あれだ、毎回。いやいや、潰してるのを見て、ここいいのって言ったんですよ。レースの前にいきなり難しくなった。田辺くんが一番左行くんだろうな、あっち。本当にインを刺すの。終わりです。右から走って。真ん中で右から左で。バンと。
PR 半端ねえ。なんだよこれ、いやらしいでしょこれ、この岩を越えろと。これ無理だろう、無理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 、加速できないな、無理。第一の難所、チラダンの下まで来ました。ここからね、難所が続いていきます。頑張ります。やばい、練習と違う、まだ開始15分ぐらい、練習と違うよきついよ。トリプルクラスを走る王者でも難所とかしてますね、ここやっぱり。さて、田上選手、いった、おー素晴らしい、うまいな、やっぱおい、さすが試合のジャービス。さて、修羅の段、下段、かなりね、難所になってます。どうやって越えるか、ここはちょっと頑張っていきたいところです。いくぞWoo!
手上げで。スパルタンロックに到着しました。この岩場をね、一応上まで登らないといけないんです。やばいです。これ1時までだから1時間半ぐらいですね、残り時間。和田屋ヒルまで行きたい。和田屋ヒルまで。最高なんだけど、でわざわざこのために仕込んできたんですか。ありがとうございます。溶けた、溶けた、最高だよ。飲んでいいですか。うん、あ、最高だこれ。あ、しんどい。タイム上がりすぎた、マジで。ありがとうございます。仕上がった。ポカチャンネル仕上がりました。もう仕上がった。僕が今まで走ってきた運動で今日が一番しんどいですね。いやー、ハーフエンデュール半端じゃない。コンディションもあるけどレースっていう環境がすごい難しくしてますね。やっぱ時間切られちゃうから休めないもんね。うん、あー、すっきりしてきた。多分体温下がってるんだと思います。本当に氷で本当にありがとうございます。わざわざカメラ要員で、おかちゃんとカメラ要員。今日カメラ5台ですか。カダックなんてだってゴールスタート地点ゴール地点待ち受けですよね。誰も戻ってこないじゃないですか。大井くんが待ってるよ、和田屋ヒルで。うん、暇。おかチャンネル、しゃあ、この前転ヒル頑張って下っていきます。レース始まったのがね50分ぐらいなんで、あとね20分ぐらいです。なんとか20分でね、和田屋ヒルまでね行きたいと思います。頑張ります。ちょっと視覚的に怖いんで向こうで U ターンしてから行きましょう。
まあ、いけるいける、はあ、気持ち悪い、はあ、もう休み休みじゃないと動けないですね。一個アクションやったら休んで次やるみたいな。もう背中、ふくらはぎ、足、指ですね、足の指とかつっちゃってね、一回一回こう固まっちゃうんで操作できなくなっちゃうんで、そういうのを直したり息整えたりとかしてアタックする感じですね。よっしゃ行くぞこれ。怖いけど行くしかないです。行け行ってこい。うん、うん、バンクを使って減速させていく。みんないるじゃん。待ってたのに。やっと着いたここまで。これ無理でしょ。バカ。これ無理だよね。しかし皆さんずっとここで待ってたんですか。ごめんなさい、僕上でちょっとくたばってました。ここか。もう見たことないズラになってる。何これ、もう地形が変わってる。もう違うセクションだね。これこれは上越です。セクションじゃない、移動路です、ね、これも変わっちゃったね。変わった、完全に。これを掘り散らかすっていうのね。前日のシングレックスとダブレックスのね、ここを泥を乗っけて、いやでもここ時間かかるからね。あと10分です。10分であそこチェックポイントまで行けばいいの。急スラを登れば。もうちょっとです、もうちょっと。あー、腕が動かない。腕が動かない。あー、腕が釣ってる、釣ってる、全部釣ってる、全部釣ってる。あー、ない、あ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 、頑張れ。きつくて手が上がらない。いっちゃって握れないでしょ。いや、もう腕全体。全体。
あー、腕が動かない。左腕が死んだ。死んだ。左腕が動かない。この以降で左手使えないのは辛いね。あー、お子さんでもこんなになっちゃうんだもんな。ああ、変じゃないですね。今日はロールケーキだよ。梨じゃないですね。ん？梨じゃないですね。水なんですね。食べてる？ね、この塩タブ。あざ。さあ行くぞ。チェックポイントまであと 10m。 ヒューマンスライダー一発登頂しましたが、手前で3時間経過。100億倍楽スタート。30秒です。無線して無線。楽しかった、これどのほどする？回転しながらこう、あ、出て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 、もう全身つっちゃって、もう道路走ってる時にふくらはぎがつり始めたんですよ。というのも昨日シングル X とダブル X全部徒歩で撮影してて、もうここ3往復ぐらいして、でもうかなりその足の負担やばいなと思ってたんですけど、案の定もうスタートして直後もうふくらはぎつり始めて、だちょっと前日に撮影を頑張りすぎたっていうのが今回の大きな敗因かなと思います。であとは骨折して、先週まあ足台に乗ったんですけど、完全な復帰戦がこれでまあリハビリというかね、もうちょっとやっぱり体力とかも落ちちゃってるし、走り込んで体力つけて、まあ、いつかはね、トリプル X 完走できるようにね、もっと練習していきたいと思います。もう屍になりました。お疲れ様。ここチャンネル。
これ本当はカザックがこの集中を受けるはずだったんだよ。すいません、ダイソーだからね。すいません、ダイソー。これカザックチャンネルのダイソーですから。本当にダイソー小賀県だから使っちゃったよ。これ高いよ、これ高い高い。あのトマトラーメンでいいでしょ。あ、トマトラーメンいいよ。いいの、乗った、その話乗った。てかね、僕らね、まだレベル低い。そうだ、そうだよ。クソレベル低い。シュラの段超えたんですよね。超えた、2回目で、2回目で超えたかな。いや、10回目で超えたんですよ。違う、すげー投げたっすけどね、無理だったから。だってスパルタンドッグも超えてきたんですよ。超えました。で、和田屋来るもん。和田屋でも迂回っすよ。迂回パって、一発で投げました。そっちの迂回に打って、で、ヒューマンスライダーは一発で登りました。すごい。じゃあ、あのレベル足りてます。いやいや、下段。あ、シュラの段、シュラの段の下段がもう全然登れなかった。俺15回ぐらいやりました。本当、うん、で、結局もう全然なんかリア食わなくて、途中の石があって、それきっかけで飛んだのバーンって、そしたらいけた。もうね、スピード乗せて、もうなんだろう、もうネタネタになってたし、結構もう掘られちゃってたから、スピード乗せて、その石きっかけでフロント当てて飛んで、なんとか。すごいじゃん、これもう曲がっちゃっていいんじゃないか。あ、これもともと買った時から、もともとかい。やだ、もうもう無理。もうあって全身つってっから今、本当に全て。あるよ。あれ、今までやってきた競技の中で一番きつかった。一番きつかった。圧倒的。圧倒的。スタント何それみたいな話。そうだよね、そうだよね、本当そう。もう体力と、すんないもん、気力と、うん、あとリスクもそうだし、いろんな面で上行ってる。いや、それあのね。じゃあ塩タブレット。それね、いや、ミンティアって言ってね、あのスーツするやつでね。違う違う、塩タブレット入れてあんの。絶対見えたでしょ、ミンティアフリーズ。違う、入れ物だけ。本当に舐めてみて。本当？ほら、塩でしょ。あ、本当だ。そうでしょ。ミンティアじゃない、これ。マジで？中身だけ変えたの。あ、そう、うん、気が利くじゃない。そうでしょ、カザクの割に。なんだ、なんだと。俺ちょっと、俺シュラダン行ってくるわ。行ってきな、行ってきな。水いっぱい。フリーライドオン。おっそ。もう、茶番劇。すいません、茶番劇やる元気あるじゃん。